それで逃げて。せーの、今日の夜ご飯。今日は鮭のバター醤油焼きとタコキムチと大好きな大好きな白子を作ってみた。おお、全部入った。ということで乾杯。はぁ、うんま。あれ？私結構このビール好きかも。一番搾りのこのなんか種類のやつは、魚とかにも結構合うビールだし、あとは銀色のやつ、朝日の銀色のやつがやっぱ合うみたいなんやけど、まあ、それと飲んだことあるから、今日はね、こっちを買ってみた。これ美味しいやん。なんかあっさりしてるな、めっちゃ。ということで、いただきます。そう、ほんまはアルミホイルで鮭のムニエル的なのを作りたかってんけど、アルミホイルを買うの忘れてて、結局そのままになっちゃった。じゃあちょっとまずは白子ポン酢からいただきます。うん、やっぱりバリうまい。うーん、やば。うーん、最高。うん、タコキムチいいな。絶対みんなに痛風になるでって言われそう。うん、バッチリ。味加減バッチリ。うん、めっちゃ美味しい。玉ねぎとバリ合うこれ。うん、え、今日のご飯美味しすぎてどうしよう。毎日言ってんだこれ。うん、今日はどうしてもなんか魚系が食べたくて、もう11月12月ぐらいから、まあ12月ぐらいから白子が結構お店とかスーパーに出だすっていうのを知ってたから、もしかしたらスーパーに白子あるかもと思って白子を探したら、あってんやん。だからえ、あると思って、もう今回ね、すぐ買いました。なので、もうメインはこれです。私のメインはこれ。これがほんまに美味しい。うん。でも最近タコキムチにめちゃめちゃハマってる。なんかキムチブームも結構あって、普通のノーマルキムチが好きになって、その次に一瞬キュウリのキムチがあったかな、で格的大根のキムチで、今はあのこのタコのキムチがめちゃめちゃ好き。タコキムチ美味しい。おつまみに持ってこい。この色のご飯系ほんま好き。ちょっと茶色とか系。緑がない。うん。この鮭を見つけた時に、ちょうどバター焼きにって書いてて、まあ、久々に鮭バター焼き系食べたいなと思って、バター醤油にしてんけど、やっぱ美味しい。あと、うま口醤油がほんまに美味しいけど、関西マジでどこにも売ってない。スーパー行くたび、絶対うま口醤油探すねんけど、置いてない置いてない。もう、九州の皆さんがうま口醤油を普通に買えるってめっちゃいいなって思った。マジで美味しいで。私、醤油界結構ナンバーワンレベルで醤油、うま口醤油好き。ほんのり甘みがあって美味しくて、なんか卵かけご飯にほんまに合うねんや。卵かけご飯にも合うし、まあ刺身系にも合うし、こういうのにも合うし、何でも使える。みんな魚料理やったら一番どの料理が好き？やっぱお寿司なんかな。うんま。私痛風のご飯めっちゃ好きやねんけど。
みんなクリスマスって何するん？クリスマスってさ、めっちゃ好きやねん。めちゃめちゃイベント的な感じでは私クリスマスが一番好きやねん。まあ誕生日が一番好きやけど、その次にクリスマスが一番好きやねんけど、毎年なんかクリスマスって何しようって思っちゃう。何してる？みんな。うわ、でもそう思ったら私クリスマス高校生か中学生の頃とかなんか買い物に出かけてた気する。一人でなんかそれがなんか一時めっちゃ好きやった時あってんな。いや、クリスマスはカップルじゃなくて一人で買い物やろみたいな。なんかあった。このビールの時間がめっちゃ好き。なんかやることとかちょっと落ち着いて、なんかゆっくりお酒飲んでご飯食べていいよな。この時間は大事やで。基本的に私ご飯食べてる時はアニメ見てんねんけど、最近遊戯王とルローニケンシンをちょっとずつ見たりしてる。カードゲームはほんまに全くわからんねんけど、どういうルールなんやろっていうのが知りたくてアニメを見始めたのがきっかけ。だからって遊戯王をするわけじゃないねんけど、なんか見たくなってんな。うん、ほんまに美味しい。やばい。マジで最近白子が好きすぎて無理やねんけど、めっちゃ好き。卵といいレベルで好き。相当じゃないそれって。うん、美味しかった。今日もほんまに美味しかった。ああ、うまかった。せーの、ごちそうさまでした。ちょんちょん。バイバイ。